よし。で、本題に戻って、京阪乗ってきましょう。そう、本当はもうここからすぐでしたからね。そう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 。乗り換えは本来は便利ですからね。こんな無駄足ばっかし歩いてますからね。はあ、ここから420円で行けるってなってたはずやけど、ああテーブルまで用意してくれた。うん、結構いろんな観光案内とかもでいっぱいありますね。で、おお、地下駅やから風がすごいな。これは何？あ、こんなところにもちゃんとマネーエクスチェンジ両替機が置いてあるんですね。で、もうすっごい、おお、もうすごい、パッシングトレイン。で、ここからそう。いろいろ分かれてるのが面白いね。片の線とかね、いろいろ分かれてるのが面白いですけど、で、私はこのまんま、淀屋橋の方に行く。420円。まあ、チャージだけしておきましょう。チャージは、IC チャージある。よし。あ、あれだ。あ、そっか。これ下げてたりか。よいしょ、領収書あり。お、開いた開いた。これあれやね、すごいな。 OK、 あれですね、このタイプのやつって名古屋の青波線のチャージ機と同じあれですね。こんなタイプあるんやと思ってますけど、こんなとこにある。設計感であるよね。で、どっち方面に行ったらいいんや。淀屋橋は2番売り場な。では行きましょう。さっき1秒、よく通った。よし。で、淀屋橋方面で巻き上げて、これ結構出てるんですね。基本的に青いのは何？青いのは準急か。うん、あ、今日も全部準急連行なんや。へぇ、まあまあ距離があるはずですからね。まあまあ狭い。へぇ、こんな構造なんや。次は淀屋橋行きが来るな。ちょっとこの場を借りて飲み物とか整理しましょう。まずお茶ね。で、68円安かったやつから助かります。あ、65円ね。ちょっと好きなやつ、これまずね、クリアンパなんていうのですか。これすごいですよ。手作りパン売ってるしね。京都伏見区のエッフェルさんのところから入れてるみたいです。あ、エッフェル塔なんや、これで。で、そしたら、おー、特急が。プレミアムシートも客座ってみたいですけどね。おー。まあまあ迫力ありますね。で、アンパン。いや、いいですね。美味しそうじゃないですか。アンパンはちょっとあったら食べようかなって思ってるんですけど、で、このうちで食べておきたいのがこいつなんです。天むすなんですって。天むすってなっちゃったら、おー天むすやと思ったんですけどね。すごいです。玉ねぎの天むすなんてあるんですね。198円。うん、このボリュームわかります？でっかいんですよね、私の手はこれですからね。私の手よりと、でかいと言われる山田さんの手よりもね、大きいんじゃないかっていうぐらいでかい。手作りの天むす買ってね、これ美味しそうじゃないですかって買ってみました。まあ、ネギの天むすなんか初めて見た。これはここのオリジナルなのかな、それとも京都の方に来るととか、あそこなら味ですね。まもなく2番線準急
米屋橋行きが7両で到着します。黄色または緑の乗車位置丸印の2番から8番でお待ちください。停車駅は林間まで次のにしようか。